ゼロ羊。それはもう恥ずかしい実践はできないですよ。よく頑張んな。入れました SSSR。 まだ分かんないですよ、まだ分かんない。あー、ごちそうさま。残念。マジでSR。 あ、いいじゃないですか。うん、そこはちょっとランクに期待。ただやっぱり日頃で当てて小さいエイテム迎えてもしょうがないんで、どちらかといえば異世界体操にバンバン入ってほしいところですね。そこはね。愛に報いなければ、愛に報いなければ。え、あなた何かって、愛に報いなければ。それ誰の恋でしょうってクイズ出したら絶対誰も答えられない。わかりますよ。わかるか。いいな、でもなんかモノマネできるようになりたい。やればいいじゃないですか。で、似てるとか似てないとか別に関係なくて、やるかやらないかでしょう。やるかやらないかですよ。そもそも俺あんまり詳しいアニメがないっていうのもあるかもしれない、ね、アニメじゃなくてもいいんじゃないですか。誰かほらアーティストとか役者さんとかのモノマネでもいいと思うし、なんかこう、まあ、身近な人のモノマネでもいいと思いますよ。身近な人ね。身近な人、例えばそうね、タナチューさんのモノマネとか。もう最低。何なのあんた。言う、それは言う。あんたさもう、いや、言う、あ、もうそれ、これするそれする。いや、似てるじゃないですか、なんか雰囲気が似てる。声は似てないけど。難しい、なんかその、いかに、なんていうの、コピー能力ある人って本当に上手ですよね。なんか雰囲気がなんかね、特徴をつかむのがね、上手ですもんね。シャイなだけじゃない。シャイ、そういうのやっぱ恥ずかしいじゃないですか。やっぱり普段やらないことやるって、だからやったもん勝ちじゃないですかね。もう似てる似てない別として、まあまあ勢いだけで、ね、うん、いっちゃうっていう。勢いは大事だね。あら、154ゲームで見えざる手が出てきたじゃない。お、ちょっと真似してるのかな。誰の真似もしてないよ。あ、してないんだ。オリジナルキャラです。オリジナルキャラ。お、応戦会場。何それ。名シーンですね。これ太陽役は、まあ、今日チャンス目が多いんですけど、うん、それ以外だと異世界体操行きますね。へえ。ああ、何？本殿長です。あ、レア役否定で。マジか。本殿長ってことはここで当たるな。へえ。ここもゼロカラッシュです、おそらく。すげえ。いやー、ちょっと100ゲーム台でゼロカラッシュ来るのはラッキーだなー。すごいなー。間違いない。ほら、来ましたよ。僕です。僕、歌です。歌、久しぶり聞いた。もうゼロカラッシュ確定の歌です。歌か、歌だ。直撃ですね。これはあの AT 中のボーナスに流れる歌なんですけど、通常時に流れるとゼロカラッシュ濃厚です。おめでとう。ありがとう、ありがとう。さすがだ。ありがとう。頑張れよ。おい、何やってんだよ。おめでとうじゃねえよ。なんてね、ご主人様も大丈夫ですよ。焦らなくても。こんなに怒らないでください。ご主人様、今日は私が頑張りますので。主人様に自分任せます。なんだそのキャラ、新キャラ新キャラ、初登場じゃないですか。はい。さあ、2回目の AT といきますか。
割と持ちメダル残しましたね。これで個人的にはもうプラス域に入っていきます。あとはご主人様の分を僕が出せばいい。あ、やった、一旦撃破取った。いや上手、ほらデカボタン、うわ、これ確定のパターンです、直撃。おめでたー。というわけで2回目のおねだりアタック参ります。もう白芸攻略戦でドキドキしなくていいっていうのはね、いいですよね。安心だね。ただただ言っときます、でもここも大事、50取れれば OK、うん、多分40か45ぐらいだと思う。頼む、1個10絡んでくれるだけで嬉しいんだけど。狙ってみる。あー来た、ノー、ダメかい。やっぱそうなるよね。もう1回狙ってみたいな。いやー、あー10来た、10ゲーム来た、10来ただけでこんな嬉しくなる。これで45ゲーム以上ですね、初期。あ、ここも10来た。あ、でかい、これはラッキーですよ。これでプラスが伸びますもん。ちょっとでかいでかい、狙ってみる。今度はお願い、揃ってくれんのか。よしよし、40超えた。ああ、じゃあ KT ですよ。そりゃそうだ。お、これで55。ここで小役引ければいい。まあまあまあ、いや、OK ですよ。55ゲームなら。ありがとう。どういたしまして。もっと早く入れなきゃ。はい、さあ、終了画面。まだまだ、まあちょっとね、高設定しさと呼ぶには弱いところですけど、435枚の獲得です。はい、はい、そう。おー、続いてくれた有利区間。お、マジで、ここも当たります、おそらく256。すごいね。前後では何かすごいうめき声みたいなのが今聞こえましたけど、うめき声、ね、見えざる手、見えざる手だっけ、これ見えざる手の音じゃなくて、ん、うーって言いました。言ってないよ。え、そんな演出ないですよね。ないよ。何だったんだろう今の。やめろよ。いや、ご主人様がいたずらしたって思いました。え、なんか言いましたよね。言ってないよ。そう、本当？今俺マジで無言だったよね。気のせいかな、なんかの音がじゃあ入っただけか。スロットのバックミュージックでしょ多分。じゃあそうっすね。おばあちゃんにちょっと似てる。おばあちゃん、嘘、本当に若い頃のおばあちゃんに似てる。おかっぱ頭がとか、うん、髪型で頬骨が出てて。昔の方はでもこういう髪型の方結構多かったですよね。多かったね。めちゃめちゃチャンス演出出てます。さあ、まあ一応ね、1000ポイントは貯めておきたいところなんですが、990ポイントのままバトルになるか。あと5ポイント。あ、一応1000ポイントは貯まりましたね。まあ当たるでしょうけど、一応ね。うわ、金文字。金文字。さあ、そしてここは白芸攻略戦、直撃ではなかったですね。で、獲得したアイテムは黄色の激アリツアップ、はい、いや、当たると思うけど、やっぱり白芸行ってしまうと不安はありますよ。あ、突破できんかったら土下座しようって。できるよ。
願いします。6、3怖い怖いよ、そりゃ花とか出てきてほしいもん。花は好き。おお、大丈夫なのこれ。ちょっと大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だった。ちょっと焦ったよ。まず1戦目突破。Kの決断を信じよう。はい、危なげな。負ける気がしませんよね、こうなるとね。さあ、そして3体目になります。スバル、エアトリス、大丈夫よね。よし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 、はい、ダメ、いった。あー、おめでとう。さあ、ありがとう。3回目。いやー、こんなにポンポン当たってくれるリベロは本当に珍しいですよ。すいません、僕ばっかり。いやいや、ありがとう、楽しい。ごちそうさまです。よし、まあ、ある程度枚数もただ300枚切ったかなぐらいですね、持ちメダル、うん、行きます。ありがとう。いやー、ご神様がなんとか当てるまではこっちで踏ん張ります。244ゲームでの当たりでした。45、こんなもんか。さあ、当然のようにここも上乗せなしで45ゲーム消化でございます。うーん、終了画面も全然出てこないな。出ないんだ。はい、ここでユリッカランプ消えましたので、一応まあ朝一から一連の流れが3回の AT 消化してここで終了したと、うん、いうことになりますので、ここからまた仕切り直して、ね、でコンビニステージに行きます。設定したなし。運命の200ゲーム。誰でしょうね、今のは。ちょっとあんな感じだったかな。圧倒的ひらめき。おー、怪獣。いや、違ったな。怪獣、怪獣っぽさなかったな、今の。ちょっと違うかもね。運命の200ゲーム。あ、金賞行った。やっぱあるんか。あってほしいな。あるんか。でも本店長っぽいな。あなた、あれ、そっちはなさそう。いや、俺はないかもね。あー、あるばい、あるある、ある。うん、白芸には行く。俺は違った。まあ、だから朝一と似た感じですね。これがダメでもおそらく有力感を引き継いで次のゾーンでということになると思いますけど、さあ、おそらく本前兆です。魔獣、ああ、あるある。久しぶりよりゼロで1回も300ゲーム超えないのは、もう間違いないですね。本店長、あとは AT まで行ってくれるかどうかがとっても大事なところ。行ってくれないと困るよ。行ってくれないと嫌よ、本当。さて、アイテムはありませんが、あれです。はい、
さあ、大事な白血攻略戦です。頼むぜ、俺の死ぬ。任せろ、任せろ。さあ、行きます。頼む、うん、頑張る、俺頑張る。どうも、任せた。60%。 60! 関係ないから、この数字関係ないから。関係ないから。リカード団長、よしよしよし。おー、弱いな。おい、わー、いったね。討伐隊強し、強いね。強い、強い。いやー、鍛えてますから、普段から。どうだ、どいつが届いてる。あー、もう徹底してますよ、朝から晩まで。K の決断を信じよう。いやー、この白芸攻略戦もどうやら安心安全ですね。うん、楽勝やん。はい、3体目いくらお姉さん。いや、ちょっとお姉さん心配だな。リカードくれば OK。 よし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 、だね。頼むよ、来るし。おい、あ、もうもらったやん。白芸攻略戦って簡単ですね。よし、いや、結構、まあ助かった。まあそれはそうでしょっていう感じなんですけど、ここ結構ドキドキするところなんですよね。ユーリッカンが1回終わってるんで。さあ、しっかり200ゲーム台当たり持ってきました。いや、でもありがとうございます。すごいな、全然違うもんね。3001回も超えないんで。ごちそうさまです。まあ高設定かもしれないなんてこと言ってましたけど、これも6ですね。これ間違いなく6だと思います。この戦い、我らの勝利だ。頑張れ、自分のためじゃない、ご主人様と自分のためだ。だってさ、そのプラス収支が残せたら素敵なプレゼントって言ってますけど、素敵なプレゼントって何って確認したいじゃないですか。それ俺たちが選べないの。なんなんでしょうね。あー、もうそろそろ欲しいよ、お願い。いかがでした。やっと7が揃ってくれた。いや、この20は貴重ですよ。そうだね、やりました、ご主人様、ありがとうございます。久しぶりに言いました。よしよし、取ってきた。おー、興奮してしまった。あ、レアイク引きましたよ。チャンス目、この挙動でこの初期ゲーム数は大きい。でかいね。いや、いいでしょう。もう500枚以上取れますからね。でかい。よし、頑張れ。ご主人様の分まで出そう。お願いします。俺ももう行きます。お客様、どちらにしますか。言葉。実体撃破が一つあるだけでも全然違いますよ。いや、825ポイント。さあ、いつも激しい張りっぽい。うわー、白アップ。普通白アップか、うん、ここはもう、そこはしょうがない。そんな期待しちゃダメですよ。その黄色を頑張るんだ。黄色、黄色しないか。いけ、60超えろ、58。やばい、やれる、やれる。やばいじゃない、ポジティブにいけ、ポジティブに。やばいぐらいやれる。いや、やばいぐらいやれる。さすがさすがさすが、やばいぐらいやれる。うん、じゃあやってやるぞ。やってやれ。え、頼むよ、マジで。
ドドンマ。そういえば今日初出しですね、ドドンマ。ここに撮ってました。うん、しゃれしゃれ、ここに、ああ行け行け、行くよ、応援しとるよ、はい、行け、いやいや応援じゃない、一緒に戦うんだここは、一緒に一緒にだ、あれ、うんうんうん、いい、ここは、あ、もう一体経験使ったのか、あ、ここね、いや、これまだ一体目だよ、よしよし、スバル、スバル、いや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 、ゼロカラッシュ、ゼロカラッシュ、ゼロカラッシュ、ほら言ったでしょ、ご主人様、あ、本当だ、何キョトンとしてるんですか、本当だじゃないよ、最後レインボーのボタンが来たぐらいの強さでしたよ、そうだった、はあ、やったそうだ、タイミングいやでもお見事、いや、よかった、マジで、投資は、投資いくら、投資はね、23番、簡単、1000枚以上出せばいい、1000枚以上出せばいい、そうだ、あ、ていうか、いや、俺は今日まくりに来たんじゃない、プラスにしに来たんだから、4056枚よ、うん、いけるいける、乾燥せなあかんわ、よし行くぜ、いけ、いや頼む、マジで、いや、ここ、これは100ゲーム取れる台なんで、うん、そうだよ、1ゲーム1ゲーム大事にいこう、うん、しまっていこう、よし、まずは100ゲーム以上、いい、よろしく、うん、丁寧にいこう、丁寧に、相手ビビってるよ、丁寧にこう、丁寧に、落ち着け落ち着け、そうそう、ああ、落ち着こう落ち着こう、えい、いけるいける、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ゲームさんあるよまだ、うん、大丈夫、あー来た来た、あー来た来た、はい狙って、はい、あーおよしよしよし、連打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 、あー、いい、まだある、オッケー、まあ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 、それそれ、まあ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 、こっから上乗せるから、そう、乗せて当てていけばいいです、はい、頑張る、メニューを選んでね、でもご主人様それ突破できなかったら1回は当たりなしでやめて移動するところだったじゃないですか、うんうんうん、そう考えるとすごくいい、そうだよ本当に、まだ全然マシ、マシよ、さあこちらちょっとね、エンディ中ボーナスも上乗せも全くなかったですけど、赤チャンス出てきたんで、今日初めての上乗せ見れるかビーチバレー、おー、あー、スイカ割れか、勝ってもない、あー、ダメでした、思わせぶりな赤でしたね、モードがね、お、気持ちいい、何か持ってこい、何か持ってこい、チャンス、いいよ、気持ちはいいよ、30でも乗ってくれたらだいぶいいけどね、結構レアやとちょいちょい引いてるんだけどな、あとチェリー着地引いて、よし行った、さあもらった、もらったね、あ、もらった、30乗れ、うわ、30乗れ、あー、いやいや、オッケーオッケー、でかい、まだでかい、消化中の上乗せ難しかったですね、513枚、なるほど、はい、ユーリッカンランプはここもちろん引き継いでます、これでまた多分200件みたいで当たってくれると思います、すごいな、すごいのよこれが、ただなかなか相手が伸びにくいという中でここはしっかり500枚以上取れてるんで、これは結構良かったと思います、枚数的に、ちなみにもう明らかに
挙動がいいっていうのはもうグラフ見ても分かると思いますけども、こんな感じですよ、ね、あーそうなるんだ、なかなかねリゼロでこういうグラフを描く台ってないですからね、6位以外やっそう後乗せはうーないの、まだ分からん、まだ分からん、次のゲーム783枚終了なー、いやでも2人のトータル収支は今プラスぐらいになってると思います、800枚弱ですけど、これでマイナス300枚ぐらいですもんね、おそらくね、それぐらいのプラスあるんで、今いい勝負、今日だけ考えたらここからが大事よ、どうしよう、だから今日プラスを残すんだったら無理に勝負する必要ないし、いやトータルの負けを今日ある程度取り返すんだったらもう一勝負そこからしていいと思うし、そういうところはやっぱりご主人様としての決断です。できました、みんなどう思う？はい、それではメダル879枚交換してのパチンコソウル魔術のインデックス、もうインデックスは当たれば作編は決まるんでね、それを伸ばせれば、結構ね相性はいい方なんだけどな、インデックス、さあ結局ここは通常 B の天井まではまってしまいまして、アイテムを1体撃破が1つだけ、あと55ポイント届かずですね、ここはかなり重要なところ、突破できれば枚数的にも期待していい AT だと思います、突破できなかったらまた有利期間引き継いで 200KM 台とかでってなるのかな、アイテム1個しか取れませんでした、さあ行きます、 51%、 さあ行くぞ、 51、 怖いですか、違った、うん、どう、ここは苦しだ、うわ違う、よし、はさあこれであと1体ですね、諦めるのは見よれ、スバル、スバルではないけど悪くない、エミリアとレム、リカード頼む、よし、外れろ、レア役外れろ、苦しい、いけると思いますけどね、ここは、さあ最後はボタンでお願いします、よし、危なかった、まあ、あとはここ何枚出せるかですね、539ゲームです現在、よし、ここ一番出そう、今日の AT の中で、終了画面も全然ですね、537枚、有力感ランプも消えました、何も出ない、なんか最近ラッキーがないな、本当に1000円で当たるとかさ、パチンコ以外で
パチンコ以外でラッキー？全く思い当たらない。生きてるだけで？そっか。いや、確かにね、美味しいご飯食べれるだけで幸せだとは思ってますよ。毎日ご飯を食べられるだけで幸せだと思ってますよ。思ってますけど、頼む。いやー、でもやっぱ入賞時の反応がないとね。1、2、3、こうだよ。おお、一応。あ、ローリング赤。頼む、マジで。これは多分撃破はできるかなけど、まだ発動しないでほしい。よし、まだこれ残してる。まだ残ってんで。激アツ。うわ、頼む、マジで頼む。まだ使ってない、とにかく。お、そやさ、そやさ、まだ使ってない。ああ、金、金、金色。なんだ、保留。赤い保留、赤保留。頼む、これがまだ出てないよ。頼む。いやー、マジで赤フラッシュ。右手、右手、右手。デバブル来た、デバブル赤。ブルったけどどうだ。赤フラッシュ。いや、まだまだいる、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 まだいる。うわ、お疲れ様でございました、ご主人様。ご苦労であった、うん、あ、なんか表情が明るくなってますね。まあ、すがすがしいな。え、うん、いや、本当にあのリゼロから離れてからはお互いの状況わからないと思うんですけど、うん、僕も全くわかんないんですよ、うん、ただただご主人様が負けをあんまり増やしてなければいいなと思ってます。大丈夫、大丈夫。え、今の本当の本気の大丈夫でしたね。まあ、とりあえず小さな結果から聞かせてもらおうかな。じゃあ私から、うん、それによって大丈夫かどうかです、私審査はですね、結局ちょっと最後失速してしまいまして。そうだったんだ。そうですね、400枚の投資に対して交換枚数799枚ということでプラス399枚という情けない結果でございました。なるほど、でもプラスなんだね。まあ、もちろんプラスはプラスですね、はい、素晴らしい。いえいえ、
力になれず。素晴らしい。ご主人様、はい、結果の方は俺様なんですが、スロットのメダルの枚数は879枚、はい、あ、交換枚数僕より多かったんですね。そうよそうよ、はい、なんだなんかムカつくな、はい、でそのメダルを残したままパチンコに移動しまして、はい、インデックス打ちました、はい、で見事に当たりは引きました。え、当てたんですか。はい、すごい。あの短時間でもうここで終わりにしようっていうとこの最後の保留で、赤保留で、え、挑めました。しかも 100% ST ですから。そうです。え、これもしかして、もしかすると、はい、ということで、パチンコの方の回収、はい、玉数は、はい、303枚3玉。どういうこと、駆け抜け。ちょっと待って、パチンコ負けとるよね、それね。スロットも800何十枚出して偉そうにしとったけど、マイナスですよね、スロットもね。投資が結構あったんで。さっき、あたかもなんか自分は出しましたみたいな、じゃあシーサーからどうぞみたいな言い方してましたけど、負けとるやないですか。申し訳ございませんでした。なんだよ、期待しましたよ、ちょっと。まくってくれてんのかなって。あ、大丈夫大丈夫ですか。大丈夫。これでまた次プラス4000枚以上目指さないといけなくなりましたよ。あ、これはもうちょっと次本当に勝負かけないとプレゼントもらえませんよ。でもさ、今日、はい、爆勝ちして余裕だなってなるよりかは、はい、次回どうなるんだって。いやいやいや、だったらちょっとはプラスを残してサマイ数を小さくしとかないと、いやどうせ無理やんってなりますよ、次もう見る前から。今日は何言っても怒られるわ、今日はというわけで今回残念ながら収支をひっくり返すどころかマイナスを増やしてしまう結果となりましたけど、次回がいよいよ今シリーズの最終戦になりますので、うん、我々も朝から勝負がけという気持ちでプラス4000枚以上目指してやっていきたいと思います。ちょっとね、涼しい状況での実戦にはなると思いますので、うん、次こそ我々のそうだな本領発揮できるように、うん、また頑張っていきましょう。頑張ろう、はい、今回もちょっとね俺様も不甲斐なかったが、はい、次回は2人で本気出すから、次回も楽しみにしていてくれたまえ。ありがとう、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。